今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。今回も堀口秀俊くんや、WBPC に関するメッセージが複数届いております。サバおじさま、高額投げ銭ありがとうございます。レイヤくんちゃん、お久しぶりクオス、下ネタを入れないといけないらしいので一応。いや、そういうのは間に合っているので、むしろ供給過多で、大幅な値崩れを起こしてしまっている状態ですから。あ、大丈夫っす。マジレスすると、ブリーフよりもボクサーパンツの方が、吸水性に優れていて優秀です。ブリーフとかボクサーパンツの介護官だから、最近の、WBPC 界隈白身の大攻勢、に震える今日この頃ですが、証拠のはいかがお過ごしでしょうか。最近では匂い立つようなアカウントによる、共産党と強いつながりがある、以下栄翔破棄、に対する、一斉全裸土下座謝罪案件がありましたが、この件について自分なりの考察を語らせてください。まず、あの界隈が謝罪というものを、どう捉えているかというと、一言で言ってしまえば、全面降伏です。謝罪をしてしまえばその後、何を言われても、されても受け入れなければならない、と脅迫関連めいた妄衆に囚われているのです。最近のわかりやすい例を言えば、堀口くんと機内食関係でレスバをした人が、自分の間違いを認め、謝罪した後の、堀口くんの生きり様を見れば、一目瞭然だと思います。ああ、そういえばあの生きり方は、凄まじかったです。なんだろう。普通の人生を送っていれば、間違ったことをした時に、すぐに謝ると思うのですが、ああいう風にいろいろなところでトラブルを起こしまくる人って、絶対に謝らないんですよね。例えば、藤おじとか、親からまともな教育を受けなかった、という説もあるのですが、本人が人の話を聞いていないだけだと思います。例えば堀口秀俊くんのように、会話が全然成立しない人間が、もし自分の子供だったら、と想像してみてください。堀口くんに、口で言って理解させて、言うことを聞かせることができると思いますか？私は思いません。なのでおそらく、堀口くんが謝罪できないのは、親のせいというよりも、本人の問題です。それを踏まえた上で、今回の一斉謝罪が、どういった意図で行われたのか考察すると、暇空サイドが謝罪した、我々の完全勝利だ、と、構成員や、あわよくば一般人の印象を、操作したかったのではないのか、と思うのです。ただし、あくまでも、あちら界隈の価値観では、そうなのであって、一般的な日本人の価値観では、ボーンとならざるを得ない、という欠点があるのですが、彼らは共感能力や、柔軟性などが著しく低いため、何度もこういった茶番じみた喜劇を、真顔で繰り返すのでしょう。あの行為に、果たして意味はあったのでしょうか。自分たちの感性がいかにずれているかを、ただただ証明しただけのような気もします。自分たちが周りから失笑されている、ということにすら、気づくことができないのでしょう。悲しいなぁ、謝罪したら負け、という考え方は危険です。普通に謝ったら済む場面でも、謝罪をせずに、さらに事態を悪化させてしまう可能性が高いです。なんで謝罪しないんでしょうか？プライドの問題でしょうか？プライドなんて捨てちまえよ。秀俊、大攻勢というか、子猫ちゃんのパンチみたいな感じなんですけど、まさかこれで終わりってことはないですよね。さらなる大攻勢、お待ちしております。牛夏様、ありがとうございます。先日は読み上げありがとうございました。前回のお布施送ってから思いついたんですけど、ガシマンテとタキパンって、ちょっと生き別れ、意味深っぽいですよね考える。これが言いたかっただけです。ガシマンテとパンダが、生き別れ意味深で、ガシマンテと堀口くんが親友。この可能性なら、あると思います。堀口くんは、さっさとパンダを訴えてくださいよ。そうすれば、パンダの正体がガシマンテであることが、裁判で証明できるかもしれません。そうすれば、ガシマンテが堀口くんとは別人であることを、法廷で証明できますよ。ほら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 、早くパンダと裁判して秀俊。ちなみに全く関係ありませんが、某声優さん名、裏名義で検索かけると、SNS の愚痴垢、今は削除済みがヒットして笑いました。裏垢なんてマジで作るものじゃないですね。愚痴はお金払って、レイヤネキニキに聞いてもらいましょうね。冗談はさておき、動画これからも楽しみにしております。体にお気をつけて頑張ってください。お気遣いありがとうございます。これからも動画投稿頑張っていきますので、投稿していくことでお返ししていければと思っています。裏垢を作るのは、私もやめた方がいいと思いますよ。リスクがでかすぎますから、特に声優など、社会的な立場がある人は、絶対に作らない方がいいです。まあ、私みたいなもんは、裏垢が見つかったところで、別に、っていう感じですけれども、レイヤの裏垢、そんなもんあるわけないでしょ。裏垢でツイートをしている暇があったら、何か動画を作って監禁します。裏垢で愚痴るんだったら、YouTube などで愚痴って、収益を得た方がいいです。裏垢で仕事仲間の悪口を言うとか、絶対にやめましょうね。七種の変態様、ありがとうございます。レイヤさん、こんにちは。お布施でレイヤさんの親族を名乗るのが、一般的なようなので、私はレイヤの犬を名乗ろうと思います。犬？いや、それでいいんですか。奴隷とかの方がまだマシなんじゃないでしょうか。犬でいいんですか本当に。なんか犬っぽくねえよなぁ。四つんばいになれよ。早くしろよ。三回回ってワンって言ってみろよ。おーん、これ以上、変な自称親族を増やさないでください。私の知らないところで、勝手に大家族ができていってるんですけど。これは一体どういうことなんですか。話は変わって、堀口くんの食事について、症状が収まっている時なら、食事制限は不要らしいので、ステーキやラーメン、油多めの食事は問題ないと思われます。なお香辛料は控えた方がいいそうなので、
カレーや担々麺は、アウトの可能性があります。参考 URL、専門家ではないので、間違った解釈もあると思いますが、堀口くんの、持病への影響が気になっているようでしたので、参考までに、最後に犬ならペロペロしても、問題ないですよね、ペロペロ。はい、じゃあ今から、山に捨てに行きますねー。とりあえず手足を縛りましょうか。手足を縛った状態で山に捨てます。暴れるんじゃねえ。おとなしくしろよ。おーん、情報ありがとうございます。潰瘍性大腸炎の人が食べられる食事については、コメントでも様々な意見が来ています。でもマラクの意見が来ることもあって、結局よくわからないんですよね。症状や人によって、食べても大丈夫なものが、変わるのかもしれません。一口に潰瘍性大腸炎といっても色々あるのでしょうか。そういえば堀口くん、カレーや担々麺を食べていました。しかもカレー2個も頼んでいましたよ。食いすぎ、潰瘍性大腸炎を抜きにしても、心配になるレベルです。なんで毎回毎回、油っぽい食事の写真しかアップしないのでしょうか。野菜食べてますか。堀口くん、ヘルシを買って自炊をしよう。肉や魚、野菜が美味しく食べられるぞ。関内在住の女様、高額投げ銭ありがとうございます。こんにちは、レイヤさん、館内在住の女です。ひょんなことから、母とおじに、学会に疑惑が出てきました。ガチなのですか。それはちょっと穏やかではありませんね。創価学会の宗教施設って、バカでかくて豪華なので、相当儲かっているんだろうなと思います。隠れ信者も多そうな感じがします。情弱から巻き上げたお金で、豪華な宗教施設を建てるのは、楽しいか。創価学会、島空さんの、公明党関連のポストについていたコメントに、このようなものがありました。一度も進行したことがない私が、学会名簿に載っている、ということがわかりました。名前を抜くようにお願いしたが、何もしないというので放置している。ちょうど LINE をしていた母に、勝手に名簿載るって本当だったら怖いよね。放置していていいのかな。でもやぶ蛇は怖いから放置しておくのが良いのか、と。こちらのコメントのスクショと合わせて送ったところ、多分、母とレヨジも名簿載ってると思う、と返ってくるじゃないですか。なんで、困惑。本人の知らないところで、勝手に名簿に載っているって、怖くないですか？それはシステムがおかしいと思うんですが、きちんと本人の同意がないと、名簿に載せられないようなシステムに、変えるべきだと思います。ダメですよ、創価学会さん。最近はコンプライアンスに厳しいですから、その辺はきっちりしておかないと、創価学会が大規模に炎上すると、公明党にも影響が出るかもしれませんし、おばあちゃんの仲人さんが学会員で、置いとくだけでいいからって、創価の小さい仏壇を押し付けられたんだよ。仲人さんだから断れなかったらしい。だから私たちも載ってるんじゃない。怖い、確かめたいけど、ヤブヘビになったら怖い、ということで、私が最初に X で見つけた方の対応は、正しいと思います。我が家も放置しようと思います。怖い、ちなみにその仏壇は、仲人さんが亡くなった後、仲人さんのお子さんに返却したらしいです。もしかしたらレイヤさん、視聴者兄貴と姉貴のお名前も、名簿入りしているかもしれませんよ。ではまたお手紙しますね。勝手に創価学会の名簿に載ってるかもしれないとか、ちょっとしたホラーじゃないですか。勘弁してくださいよ。しっかりしろよ。何やってんだよ大作。仲人さんであることを盾にして、相手が断れないだろうと踏んで、仏壇を押し付けてくるなんて、やってることがかなり悪質で草。これは許されないだろ。そんなことをしたら、地獄に落ちるのではないでしょうか。あるいは創価学会にお金をもたらしているので、創価学会的にはセーフなのかもしれません。頭おかしなるで、私も名簿に載ってたらどうしようかな。私もスルーするかな。スルーが一番かもしれません。ごねられると面倒くさそうですし、そもそも創価学会と関わりたくありませんし。レイヤのハッピーセット解明様、ありがとうございます。ヒマノン残下録、ヒマノンの姫だった、40代男性、URL、あの界隈の謝罪は、これだったのか、小安倍元首相を支持する、20代男性も登場してるけど、コロナ対策で、レスバしてた人が、支持してるって言えるのか、時間があれば、この記事の内容に対して、ツッコミ入れてください。この記事については、一応動画のネタのリストに入っているのですが、かなり後ろの方です。ちょっと動画にする余裕はないかもしれません。せっかく送っていただいたのに申し訳ありません。代わりと言ってはなんですが、この記事に対する私の感想をお話しします。まず小川珠香様はこの記事にアッコメをつけられないように設定しています。相変わらずやることが姑息で呆れるばかりです。特に私が好きなのは避難所のこちらの発言です。安田さんは左派改革派の論客、小川さんはフェミニスト、私避難所は保守です。ですが今回に関しましては思想の垣根を飛び越えて一致団結してなんとか防がなければいけないことだと思っております。その前提の上で皆さん一人の思想ではなく子供の頃から道徳教育などを受けた一人の人間として聞いていただければと思っております。さあ
VPN を使って悪さをしたり、誹謗中傷を行っているカルピス軍団と仲良くつるんでいる避難所が、道徳について語っています。何これ、完全に自分に寄っていますね。もうどうしようもないわこいつ。まともな道徳感を持っている人間は、カルピス軍団やコラボ関係者、堀口秀俊くんらと、ズブズブに絡まないと思います。小川玉香様の主張も、マジで尻滅裂なので、なかなか面白い記事です。まだ読んだことのない方はぜひ読んでみてください。一足翼様、高額投げ銭ありがとうございます。金額いくいく円。なんとなく不穏な感じがしますが、大丈夫でしょうか。赤木レイヤ様、ふとした疑問にご回答ください。わかりました。では下ネタ以外でお願いします。今回は下ネタ以外なら大抵のことには答えますよ。なんでも来いやオラー。二人のおばさんがあなたの右玉と左玉を引っ張り合っているところに、下り顔のおっさんが痛いというのを見て先に手を離すが真の愛情とかございたらどうしますか。いや、どうするも何も意味がわからないんですけど。そうですね、とりあえずまあ3人ともケツ穴確定かな。ケツの穴確定でお願いします。坂本隼人の原文リスペクト。まず右と左のゴールデンボールを引っ張り合っているって一体どういう状況なんですか。どういう流れでそんな状況になったのでしょうか。そっちの方が気になります。で、しかもそこに突如乱入してくるおっさんの存在、すべてが謎に包まれています。なんやこれ一体。先に手を離すというか、すぐにでも全員手を離してほしいんですけども。っていうか、なんで他人のゴールデンボールを勝手に触ってるんですかこの人たちは。警察呼びますよ。私なら3人まとめて赤いドッキリ吹きかけてヌンチャクでしばき上げます。人格者で名高い赤木レイヤ様ならどうするか、ぜひご教授ください。ん？じゃあ別の制裁を答えましょうか。そうですね、その3人には正座してもらって中井戸様の過去動画を全て見てもらう刑に処します。ゲーム実況、ゲーム配信、生配信、ラジオチャンネル含むメインチャンネルの動画ならまだしも、中井戸様の配信アーカイブを全て見させられるのは相当な苦痛だと思います。というわけで制裁にはぴったりです。朝晩が冷え込む季節になりましたので収まらない部分もあると思いますが、毛糸のパンツなどで防寒して健康な毎日をお過ごしください。いや、なぜパンツなんですか。そこは上着とかではないのですか。普通はパンツで防寒できる範囲ってかなり限られているでしょ。パンツで防寒したところで股間以外の部分はほぼ丸出しですから、あまり意味がありません。あるいは私の股間だけを心配しているのでしょうか。こいつすげえ変態だな。皆様も毛糸のパンツを頭にかぶるなどして防寒対策をしっかりしましょう。そろそろ本格的に寒くなってきたので気を抜かないようにしましょうね。くま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 様、高額投げ銭ありがとうございます。レイヤ姉貴、オフセ兄貴、姉貴、レイヤ親族の皆様、お疲れ様です。シリアナが溶接で塞がったアンドロイドクマです。汚い。いや、溶接した私が汚いというのもそれはそれで若干かわいそうでしょうか。うんこが出なくなるのは問題ではなかったのですが、ケツ穴のご褒美をいただきけなるという大問題を抱えてしまいましたが、無事鉄鋼ドリルとボール板で丸々穴拡張成功しましたので、ご褒美をいただきに参りました。興奮。いや、うんこが出なくなるのは大問題でしょう。これから一体どうやって生きていくつもりなんですか。不要なものを体から排出できなくなってしまいますよ。しかし生きている以上は必ずうんこを出す必要があるわけで、後ろから出せないなら別の場所から出す必要があります。例えば前から出すとか、あるいは口から出すとか。ちょうど年中遊びに来てる造園業のおじさんが壊れたエンジンオーガを投げていったので爆速で修理します。ぜひぶっ刺し。根本的にこの道具の変態活用法は T2 の T シリーズ向けのため、人はご利用注意を、シリアナ振動で頭部 CPU が覚醒したようだって過去に自分にあった事例なのですが、12年ほど前でしょうか、ブログを書いていた時期があり、当時はさほど著作権法に厳しいということがありませんでした。指摘をもらうと謝罪を入れて削除するというのが一般的な方法だった気がします。その後時間が経過して8年ほど経った後、ブログのコメント欄に自前の写真が掲載されているとのメッセージが入り、内容を確認、当人のものと判明しましたが、メールのやり取りを行いましたが、7桁からいきなり22減額。自分のケースでは親身にお付き合いがある弁護士の先生との相談もあり示談となりましたが、うんこのって感じがします。初っ端に大きな額をバーンと出しておいて減額してくパチン。最初に高額を提示、ふざけた交渉、頭が。それはひどいですね。ただ写真を使っただけでいきなり7桁要求してくる人間とか絶対まともじゃないでしょ。例えば他人の写真を勝手に使って商品を販売していたとかだったら、それぐらいの高額賠償になるという理屈も一応わかりますよ。でもブログで使っていただけでそこまでの大金を要求するのはちょっと。確かに無断転載も良くないのですが、さすがにそれは引きます。マジでうんこです。なお堀口くんの場合は徐々に減額していくのではなく、むしろ逆にどんどん要求金額が上がっていく模様。一体どうなっているのでしょうか。普通逆じゃね、普
通どんどん下がっていくでしょ。なぜどんどん上がっていくのでしょうか。やはりレジェンドの思考は、私たち一般市民にはよくわかりません。現状、別件でリアル弁護士ついてる状況で、話題になりましたが、訴えてもらったら、でした。自分の減額ケースではですが、減額するケースは、なことが多いとのこと。レイヤーネキとか、暇空の兄貴とかが注意喚起してくれてますが、経験者とか弁さん付き合いある人以外の、一般の人は、恐怖でしかないのかなと、何かパテナルのかな。何も知らない人は、ビビって示談してしまう人がごく一部いるみたいです。皆様は堀口くんと示談なんかしたら、絶対ダメですよ。堀口くんも最初は、示談する人が結構現れるだろうと、割と甘い想定をしていたのではないでしょうか。ただ、示談報告がほとんどありませんので、思うように示談を希望する人は、なかなか出てこないようです。あと、たまたまなのですが、小学校時代の、同級生人間が A で入籍して、お盆に同窓会で帰国してたのですが、多分エコノミー、で往復80くらい、言うてた気がします。円安が言うてました。米カリフォルニアだと、昔は片道15くらいだった記憶がが、では、そろそろ電池切れそうなので、充電しに寝ます。あくん妄想中、前回は修正、ありがとうございました。片道15万円ですか。今の時代の金銭感覚からすれば、だいぶ安く感じてしまいます。エコノミーで往復80万。うせやろ、私は海外旅行はしませんので、そのあたりの感覚があまりわからないのですが、高すぎてびっくりです。くまくま様、高額投げ銭ありがとうございます。ふぅ。エンジンオーガアースオーガのおかげで、まるまる穴が、いい感じに拡張できました。レイヤーネキのおかげです。いい感じだぜ。アースオーガって、あのねじれた、ドリルみたいなやつでしょ。あんなんでケツ穴確定したら、ケツが壊れますわよ。というか、拡張動向の前に、致命傷になりそうなんですけど。大丈夫ですか、くまくま様。生きてますか。レイヤーネキのおかげですって、勝手に私のせいにしないでください。これはくまくま様が勝手にやったことです。レイヤーは一切責任を取りません。まあでも本人が、いい感じだで、とおっしゃっていますので、多分生きているのでしょう。じゃあいいか、よし、適当。すみません、著作権について、書ききれなかったので、いく穴追加させてください。12年前は、乗り物ブログだったので、可能な限り、自前で撮ってましたが、取りきれないものなどは、検索掲載って感じでした。今ならアウトですけどね、米の DMCA の感覚に近い利用だったかもです。かっこよく映ってるので、敬意を込めて使わせてもらう感じですか。商用の元か、天才とかは意識してた記憶がありますね。逆に、そういったものは、検索に出にくくなった感じがします。あまり褒められるケースではないですが、車両の絵を掲載、作者から指摘から、すごく絵がいい。で、実際に交渉して仲良くなって、オリジナルの絵を描いてもらった、といったケースなんかもありました。おお、そういうこともあるんですね。なんだか時代を感じる話です。昔は今と比べたら、著作権は多少緩かった気もします。今は著作権はかなり厳しいですよね。下手したら普通に訴えられることもあるので、皆様も気をつけてください。ただ、示談のケースは本当に運でしたし、本当の意味で、著作権について、見直す機会になりました。8年分の記事で、変に引用してる記事は全て削除して、全ての画像は、大会可能な画像に置き換え、ニュアンスがおかしい記事が多数になりましたが、2年ほど前ですが、かなり時間を使って、大修正した記憶があります。まあ、もともとまとめブログで、著作権問題が出た後は、オリジナル掲示板の作成、国内回って、独自のコミュニティ形成、なんかをやりましたが、過去にやらかし経験あるので、SNS が流行っている昨今、誰しも、失敗しかねないケースもあるかと思って、つらつら書いてみました。著作権については、ほんと難しい。レイヤーネキにおかれましては、合わせてリーガルなところも考慮する必要ある編集を、されているので、あまり知られていないのですが、著作権侵害は地味に罪が重いです。10年以下の懲役または、1000万円以下の罰金です。なので、ちょっとぐらいバレへんか。と思って著作権違反をするのは、絶対にやめましょう。ファスト映画とか、映像作品の丸上げとかは、完全に論外です。著作権違反は、著作権者がどう思うかです。誰も見ていないようなツイートであったとしても、著作権者が発見して、これはダメだと言えば、それだけでアウトを取られる可能性が高いです。最近は急激に寒くなってますので、風邪など召されませぬよう、着脱式息子様の装着などで、体を温めて、体を休めてください。自分は、ケツ穴をしっかり磨き上げ、感度いく穴倍に消化させたいと思います。また、文字数足りなくて、1107いい穴にできませんでした。いや、息子が着脱式という発言は、忘れてください。これ以上変な設定が増えたら、収集がつかなくなるだろ。いい加減にしろ、ケツ穴を磨き上げるっていうのは、一体どういうことなのでしょうか。何回痛そうなので、やめませんか。ケツ穴大事に、で行きましょう。天竜様、高額投げ銭ありがとうございます。1万円、うせやろ、お久しぶりです。最近私が、作画監督をしたことになっている、レイヤーさんみたいな、むっちり赤髪ツインテールなこと、ファイヤーさんみたいな、むっちり青髪ロングの子が主人公の、ゲームできたそうなので、宣伝させてもらいます。無料なので遊ぶと、私の代わりに作者が喜びます。URL、イラストはメールで送付します。
ありがとうございます。コメント欄に URL を貼っておきますので、興味がある人はぜひプレイしてみてください。確かに、赤い髪の子と、青い髪の子がいますね。最近レイヤー様のお布施動画が、変態さんが多すぎるので、なんとか私のお布施を増やして、健全化したいところですが、なかなか話すネタが見つかりません。専攻が、軍事、法務、理数系なので、あんまり一般的じゃないのもありますが、これからも細々と、小銭を投げさせていただきます。基本的に好きな内容を送っていただければ、と思います。しかしあまりにも難しい話や、専門的な話は、私自身がついていけませんので、回答がいまいちなものになってしまうかもしれません。それでも OK でしたら送っていただいて大丈夫です。最近は下ネタのお布施も、だいぶ減った気がします。いや、十分多いじゃん、と思う人もいるかもしれません。しかし一時期に比べたら、これでもだいぶ減っている方です。頭おかしなるで、下ネタ以外のメッセージも大歓迎ですので、気軽に送ってください。最近は健全メッセージも増えてきて、真面目なメッセージを送ると、浮いてしまう、ということがなくなってきた感じがします。この感じ、いい感じだで、話が変わりますが、ゲームや漫画を作るのは大変です。ゲーム一本作るだけでも、相当な手間がかかりますからね。漫画だって1ページ書くだけでも、ものすごく大変ですし、なので漫画やゲームを、複数完成させたことがある人は、それだけでもすごいことです。ノリでゲーム作ろう、と思い立って、難しかったり、作業に飽きたりして、途中で投げ出してしまった。という人も結構いるのではないでしょうか。例の漫画も、書き上げるのは大変だと思いますが、無理のない範囲で頑張ってくださいね。応援しています。証拠の塊魂様、高額投げ銭ありがとうございます。冗談は名前だけにして、ちょっと真面目な相談になります。実は20年以上うつ病に悩まされてます。現在仕事はしておらず、障害年金産休を受給してます。一月6万ちょっと、親元で生活してますが、両親も高齢で、いろいろ世話になっている分、少しでも金銭的な負担を減らしたいです。現在障害年金以外では、B 型作業所に通っており、そこで工賃給料をもらって収入としてます。休まず通えば、月に2万円前後になりますが、僕が通っている作業所の場合、体調が悪く休むことも少なくないので、これより低いことが多いです。病院代もバカになりません。うつ病だけならそうでもないですが、6年ほど前に心臓に血栓ができて以後、定期的に通院しており、これが結構痛い出費になることがあります。他にも通っている課があります。相談というのは、YouTube でいくらか収入を得ることは、僕でもできるかどうか、です。今すぐとは言いません。いずれできるようになれればいいです。収入は数千円でも構いません。動画作成はしたことがない全くの初心者です。初めはショートムービーで、4コマ漫画っぽいものを考えています。いくつかネタがあります。パソコンには YMM がインストールされてますが、だるくてベッドに横になっていることが圧倒的に多いので、投稿頻度は週1回できればいい方かも。そこでアドバイスをいただきたいです。動画作成に参考になるような、おすすめサイトや、ハウツー本などもあればよろしくお願いします。考えが甘いとか、厳しいご意見でも構いません。よろしくお願いします。なるほど、わかりました。真面目な話なので、今回は私も真面目に回答します。まず、広告収入を得るためだけに、YouTube を始めるのは、間違っています。YouTube を始めても、まずうまくいきません。基本的に伸びません。そういう人ばかりです。成功している YouTuber は、砂漠の中の砂の一粒みたいなものです。知名度ゼロの状態から動画投稿を始めても、再生回数3回、そのうち2回は自分、とかいう惨状は、珍しいことではありません。よくある話です。そもそも、YouTube やろうと思ってるんだよね、と私に言った人で、動画投稿を今も続けている人は、ほとんどいません。YouTube がどのぐらい儲からないかというと、新薬くんが、1万再生前後の、10分ぐらいの動画を、ほぼ毎日投稿して、月収10万いかないぐらいです。1万再生の動画を、ほぼ毎日投稿しても、月10万すらいかないんですよ。絶望的でしょ。そもそも安定して1万再生を叩き出すのは、ごく一部の人にしかできませんし、今の YouTube ではほぼ不可能です。お金を得るのが目的であれば、動画投稿はおすすめしません。動画投稿自体が好きな場合は、YouTube をやってみると良いかと思います。しかし親を少しでも楽にしたいという考えは、素晴らしいと思います。何か動画投稿以外の方法で、お金を稼ぐ方法を探してみてはいかがでしょうか。しかし世の中には、楽してお金を稼ごうとする人を、騙そうとする、悪い大人がたくさんいます。お金稼ぎの情報商材やセミナーには、絶対に行かない方がいいです。私は障害年金や B 型作業所の仕組みについて、全く知識がありませんので、今後どうすればいいか、何か良い意見や、応援メッセージがありましたら、ぜひコメントに書いていただけると嬉しいです。トネリコ様、ありがとうございます。URL。あまりにもひどいので、ぜひ皆さんに見ていただきたいです。セクハラ被害と同時期に、投稿文を漏説された挙句に、悪質な診断メーカーまで作られていたのですが、魚宅の方に言わせれば、それは自業自得だそうです。セクハラ被害について声を上げることも恥さらしですって、そのくせ私にお前呼びされるのは嫌だそうです。お坊様に特別に許可していただいたので、寒涙を流しつつ拡散させていただきます。レイヤー様、視聴者の皆様、このお坊様どう思われます？いろいろ突き抜けて笑いが止まりません。ああ、このアカウントって、パスタおじさんっぽいアカウントですよね。なんというか、さすが富士おじのところのリスナーですね。言っていることが尻滅裂です。この人たち、二人とも結構いい年下おっさんでしょ。こんなに共感能力の低い人間が、今までどうやって生きてきたのか。
思議でなりません。恥ずかしいおっさんです。皆様もこうなったら終わりですよ。反面教師にしましょうねー。おそらく今までの人生で、まともに注意してくれる大人がいなかったのでしょう。あるいは注意されたけれども、それを本人が聞き入れなかったのかもしれません。まあこの二人は、非常にハイレベルな人類ですから、知能レベルが近い人間同士で、これからもクソ気性慣れ合いを、死ぬまで永遠に続ければ良いんじゃないでしょうか。こういう無神経なおっさんに目を、受け入れるコミュニティがもしあるとしたら、頭が悪くて、人間性が腐っている、クズしかいないんでしょうね。そんなクズしかいないコミュニティで、クソ気性慣れ合いを続けていると、あなたたち、本当に人生が終わってしまいますよ。結局そのコミュニティにいるのも、現実世界で、居場所がないからでしょ。私にはわかりますよ。こんな会話不能なおっさんに目に、現実世界で居場所があるとはとても思えませんから、これからも、クソ恥ずかしい、哀れで惨めな活動を、死ぬまで続けていってください。笑い。赤木レイヤーは男の子オス様、高額投げ銭ありがとうございます。1万1000円。ちょっと金額バグってんよ。うおー、レイヤーくんレイヤーくーん、久しぶりー。今日はね、本物の怪文書ってやつを教えてあげますよ。ぜひ読んでくださいねー。愛してますー。わー。やめてくれよ。絶望。怪文書は、もう十分堪能したよ。1万1000円の怪文書とか、もう絶対に今回の動画で、一番濃いやつでしょ。もう気が狂う。お手柔らかにお願いします。すみません、嘘つきました。本物の怪文書とか書けません。書き方を知ってるなら教えてほしいです。ただ長文で目がやられて精神的に参っている、レイヤ君が見たいんです。お金を払えば読んでくれるレイヤ君を利用して、承認欲求を満たしてるだけなんです。嘘です。承認欲求が満たされてるのは本当です。でも、無理に読み上げてくれなくて構いません。愚痴を聞いてくれれば何でもいいんです。チラシ裏の落書きにも劣る打文を、なぜか取り上げてくれるレイヤ君の優しさに甘えてるんですね。無視してくれていいので、嫌いにならないでください。嘘をついた直後に、新たな嘘をつかないでください。もうわけわかんねえよ。何が真実やねん。まあでも視聴者兄貴のおかげで、怪文書にもだいぶ慣れてきました。これぐらいの怪文書であれば、どうってことないですよ。嘘です。よく考えたら嫌いになってくれていいです。レイヤ君に嫌われても、あんまり僕の人生には大きな影響ないと思います。チャンネル登録も外しました。はい、ケツ穴確定、四つんばいになれよ。誰がチャンネル登録解除してよいっつった。おいおるわ、おん、嘘です。僕はふとした拍子にレイヤ君のことを考えてます。通知を見るたびに、レイヤ君が活動してるのを見て、レイヤ君が元気に動画投稿してるって分かって、嬉しくなります。でもごめんなさい、全部の動画は最近見れてないんです。忙しくなっちゃって。舐めてんのか、ちゃんと全部見てくださいよ。ほら見ろ、ちゃんと全部見ろよ。ボロン、まあでも最近は、朝食の動画をバンバン投稿していくスタイルになり、全部見るのは相当しんどいかと思いますので、興味がある動画のみ見たり、あるいは時間がある時だけでも見てもらえると、嬉しいです。これからもハイペースで、動画を、ボロン、と出していくので、いっぱい見てください。嘘です。他にもっと面白いコンテンツはいっぱいあります。昔、大好きだったゲームだって、今更やったりしませんよね。僕にとってレイヤ君はそういう、僕の中でも消費されたコンテンツ、いわゆるオワコンです。忙しいってのも嘘です。むしろ暇を持て余してます。でないとこんなの書けません。嘘です。ひどいこと言ってごめんなさい。また同人誌出してください。読みたいです。お前、嘘ですって言えば、何言っても許されると思ってるだろ。おん、違うか。よし、じゃあ。とりあえずケツ出せ。同人誌はそのうち出そうと思っています。しかしあくまで、出そうと思っているだけなので、永遠に出ないかもしれません。出せたら出します。出さない奴の上トーク、動画をボロン、しつつ、定期的に、出していきたいと思います。話は変わるんですけど、天使と悪魔について語らせてほしいです。創作における天使と悪魔の概念です。いや、なんかイメージ違うから、ゲッペルちゃんと褒める大ちゃん狩りってことにします。ゲッペルドンガーについてはググってね。いきます。題名、ゲッペルちゃんと褒める大ちゃん。これ読まないとダメですか？絶対長いやつじゃないですか？タイトルと前説の時点で、すでに怪文書なので、おそらく本文は、もっと純度の高い怪文書です。はぁー。それかため息。まあまあいいわ、それでは読んでいきましょうか。メタ認知のやつ、別名はゲッペルドンガー、あらゆる創作者の敵、こいつ、いつでも文句言ってくるの、何書いてても、どんなに面白いって思っても、文句しか言わないの、荒探しと重箱の隅をつつく天才なの、それが本当嫌いだったんだけど、邪魔だなって思ってたんだけど、実はこいつすごい可愛いやつだったって、最近気づいたんだ。うまく付き合うコツは、会話ってか論戦がループしないようにすること、後で出てくる褒めるよちゃんの言うこともよく聞くこと、それだけ、ゲッペルちゃんって、実はただただ論破がうまいってだけの小物だから、ちょっと怒るとすぐ黙る、なんなら、うるせえって言うと、ビクンってなって、どっか行く。あと、機嫌がいい時とかはあんまり顔見せない。でも好きあらば懲りずにすぐ戻ってきて文句言ってくる。泣き顔が可愛い。いや本当、根はいい子なんだ。大事にしてあげてな。なんでそう思ったかって言うと、彼女は作品とか創作物だけじゃなくて、世の中のありとあらゆるもの、あらゆる事象に対しても同じことしてるもん。それがないと生きていけないのに。でも、それをこき下ろしてないとやっぱり生きていけないんだもん。かわいそうだよね。そこに気づいたら、可愛いやつだなって思えるようになったんだ。むしろ注意しなきゃいけないのはめっちゃ褒めてくれるこの方だよ。褒める大ちゃん、別名は知らない。だから褒めるよちゃんってことにする。
こいつ、なんというかやばいんだよ。ただ褒めればいいって思ってるからね。でもそれはちゃんと本心なんだよ。本心だからこそ、危険なんだよ。皆様、ここまで読んで、意味はわかりましたか？私は全くわかりませんでした。絶望、ちょっと何言ってるかわからないです。いや、いい子だよ。本当にいい子なんだけど、でもなんかこう、優しければいいって思ってるところがあるみたいな。マジで何でもいいよ。いいよで済ませてくるから、そっか一丸しちゃったか。いいよいいよ、そういうこともあるよねって名ばかりよ。やばいだろ、当然デッペルちゃんとはガチで仲悪いんだけど、この仲の悪さがまた怖くて、目が合ったら丸し合うってレベルじゃなくて、デッペルちゃんは褒めるよちゃんと、顔合わせるとすぐに丸しにかかるんだけど、褒める大ちゃんは全然、死なない、何されても死なない、けど、やり返しもしない、いいよ、しょうがないよね、嫌いな人もいるよねって許しちゃう。それだけならまだしも、でもいつかは仲良くなれるよね。って、褒めるよちゃん本気で思ってんの。そんな風に天秤にかけられても、即決で褒めるよちゃんのことを丸す方を選ぶぐらい、褒めるよちゃんのことが嫌い、絶対に相入れないことは、ゲッペルちゃんは分かってんの。なんとかして丸すというか、褒めるよちゃんを黙らせる方法をいつでも考えてるの。水と油ですら、界面活性剤使えば混ざるけど、ゲッペルちゃんと褒めるよちゃんは、マジで、絶対噛み合わないんだよ。なんかよくわかりませんが、命のやり取りが始まっています。いや、なんで丸すとか、丸さないとかいう話になってるんですか。頭キム・ジョンウンかよ。申し訳ないが、暴力は NG。実はゲッペルちゃんが本気になれば、褒めるよちゃんは死ぬよ。ゲッペルちゃんが俺に褒めるよちゃん丸してってお願いしてきたら、それに見合う対価を出してくれたら、褒めるよちゃんは丸せるよ。でも、褒めるよちゃんが死ぬと宇宙が滅ぶってのも本当なんだよ。ゲッペルちゃんだけ死ぬ分には、多分、宇宙は滅ばない。でも、ゲッペルちゃんがいなくなったら、褒めるよちゃんはそのうち世界を滅ぼすよ。多分だけど、まず、褒めるよちゃんと、ゲッペルちゃんって何？しかも一番大切な、ゲッペルドンガーの説明を、検索に丸投げするという、そもそも、登場人物が誰なのかもわからないので、世界観に一切入り込むことができない、感情移入も全くできない、ガチで意味不明です。非常にハイレベルな怪文書です。これは良いですね。怪文書ソムリエ。いや、具体的に何が良いの？と聞かれると、返答に困ってしまうんですけれども、今日は気分が良かったので、褒めるよちゃんがいいよって言ってくれたから、これを書いたんだよ。いや、だから、褒めるよちゃんって誰やねん。なんでこんなにも字数使っといて、その説明が一切ないんですか。ゲッペルちゃんはやっぱりマジ切れしてる。ゲッペルちゃんがこういう怒り方をしてるときは、ちゃんとゲッペルちゃんの言うこと聞いた方がいいんだって、今は反省してる。ゲッペルちゃんは性格悪いから、ずっと前のことを一生ネチネチ言ってくる。でも、いい子なんだよ。てかそもそも、こいつらの言うことなんて、あんまり信用しちゃダメだよ。いや、最初に言ってることと矛盾してるけどさ。でも、そういうことなんだよ。もうなんというか、うまく付き合っていこうねとしか言えないよ。終わりです。いかがでしたでしょうか。なんだか、もうよくわかりません。本当に、ありがとうございました。いや、書いてる本人がよくわからないと言っている怪文書を私が読んで理解できるわけないやろ。せめて自分だけは理解できる怪文書を書いてくださいよ。自分でもなんだかもうよくわかりませんって一体どういうことなんですか。とりあえず、ケツ出せ。綺麗な花火ですね。パロディでオチをつけようとしたんですけど、難しいですよね。寒いよ。話をそらさないでください。どうするんですかこれ。一体どう終わらせるんですか。誰か助けてください。愛の戦士くん、愛の戦士くん見てるか。助けてクレメンス。いやでも彼は、パック開封デスマッチの準備で忙しいので、助けを求めるわけにはいきません。でもレイヤくんは好きです。今度こそ終わります。すみませんでした。動画投稿、これからも頑張ってください。応援してます。はい、ありがとうございます。謝罪の言葉がありましたので、今なら、坂本隼人のモノマネをすれば、特別に許してあげます。いやーでも指摘には、褒めるよちゃんは、一回丸んだ方が良いと思いますよ。ズルズルボールを7個集めて、願いを叶えてくれる、ズルズルの湯を呼び出して、褒めるよちゃんを葬ってもらいましょう。皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭と楽しいメッセージを本当にありがとうございました。最後に自前の広告が流れます。最高に美味しい、白ワインを紹介します。北海道ワイン、小樽ナイアガラ、甘くてかなり飲みやすいです。まるで高級な、ぶどうジュースのような感じで、ごくごく飲めちゃいます。ワインにしては、かなり甘いので、ワインは苦くて飲めない、という方でも全然飲めますよ。レイヤが一番好きなワインです。ぜひ一度飲んでみてください。美味しくてどんどん飲んでしまうので、つい飲みすぎてしまうことが唯一の難点でしょうか。購入は、コメント欄のリンクからどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。